Thank you.
さんの意味なんですが、J-POP をいろんな人物を集めて、演奏者が、好きな曲を、演奏したいと思います。いろんな曲が出てきますので、きっと皆さん、知っている曲の方だと思いますので、楽しみに行って、もしお取り合いになったら、一緒に踊っていただけると嬉しく思います。次は、セカオールスターズの、曲なんですけども、あら、ベースが置かれちゃう。ベース、ニカさん。ベースニカさんなんですが、ニカさんのこちらね、ぜひともやりたいと。ね、ですよね。大好きな曲なんですよね。はい。いつも私ね、ここで名前忘れちゃうんですけど、よどみがえ、変えて、前。大丈夫。
福祉は結構ね、何が増えたかさっぱり分かんないっていう覚えられません、歌詞今日はね、赤と同化してしまいました私ね、知っている人は知っているかもしれませんが、ダイエットしまして、痩せましたこれで見たかこれでも痩せたんですよ。でもね、体重計ないんですね、うちに足りないんですよ。それで、ね、なんとなく自分の体型で、太ったか痩せたかを、感覚です。何キロ痩せたのか、何キロ太ったのか全く分かんないでも皆さんもそうですよね。あれ、なんか本当にちょっと不思議だなと思ったらやってくれてますよね。ね、みんなそれね、うなずいてるこの後、どうして痩せたかを教えたいと思います次は、ね、この歌もね、私ちょっと難しくてね、緊張するんですよ、いつも緊張しないんですが、ミーシャの日の当たり場所。
I'm not afraid to die.
曲だけ真面目に歌わせていただきました。なんだか今日は笑ってくれて嬉しいわ。なんか笑いね。で先週もね、ごちゃにかでね、ライブ行ったんですよ、高円寺の方に。その時はね、私がいくら面白いこと言ってもね、っていう、なんかね、もう失笑なんだか、なんかよくわからなくて、最後はなんか、私浮いてますかって言ったら、みんな大爆笑だったんですよ。浮いてましたね。浮いてましたね、さすがにね。私でも結構浮くこと多いんですよね。いとこのライブハウスに行ってもね。痩せたから、ちょっと鏡に映ってる自分でなんかもう嫌になっちゃったんですけど、着替えてきたぐらいですよ。ではね、次、ここまではね、ちょっと静かめな曲だったんですけどもね、これから第2部が始まりますよ、皆さん。いいですか？いいですか？次はですね、私たち最初の頃、椎名林檎を結構演奏してまして、でもね、椎名林檎を知らないお客様がね、結構いらっしゃったんですよ、寂しいことに。なんかもう歌っててもみんな、なんだこの曲なんだみたいな感じになっちゃって、しばらくちょっと封印しました。そして、ね、最近ちょっとまた、シナリオもやりたくなって、今回2曲ですね、やらせていただきます。2曲続けましょうかね。大丈夫ですか？続けない方がいいですね。マイク、ドラムのマイク入れてもらっていいでしょうか？2番目の曲でいきます。あ、大丈夫？ちょっと入れようか、じゃあ MC ね。はい、入れます。はい、テンパってます、すいません。では、1曲だけ、まずは歌舞伎町魔女。
これから歌舞伎町の女王をレパートリーに入れたいと思います。この曲はね、新谷凛子さんが、新宿歌舞伎町を知らずに詩を書いたっていう曲なんですよね。すごいですね。でも歌舞伎町はこんなになんか雰囲気が出てるのに歌舞伎町知らなかった、やっぱり天才ですね。次はね、3分間だけの曲で、まあ、この3分間を聴いてカップヌードルが出来上がるっていう、歌詞の中にもカップヌードルが出てくるんですよね。で、ここから2曲、タマちゃん、ドラムのタマちゃん、ドラムね、叩きながらね、歌ってくれるんですよ。リョコちゃんよりもタマちゃんの方がかっこいいよ。かっこいいよ。タマちゃんの方がかっこいい。何でも言うけど。はい。では大丈夫でしょうか。脳動的3分間。大丈夫。大丈夫。はい。脳動的3分間。
ダビダビデヘドバットダビデ言いにくいですけど、ナオミの夢というね、すごい昔の曲なんですけど、ちょっとアレンジをしまして、ここで私の楽器が登場いたします。ダビデでね、反省を行いたいと思います。ナオミの夢が終わったら本日の第イベントが始まりますよ。大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうどんどんプレッシャー与えますから。厳しくね、ビシビシとね。はい、では、ナオミの夢。ビシビシといきますよ、タマちゃん。大丈夫？
足洗ったの。あ、そうなんだ。いいですよ、暇ないから私たち。はい。そう。はい、グランドピアノね。暇ないですけどね、ピアノ弾いてる時は暇あるんですよね。ね、しゃべらなければ、私たち二人しゃべらなければいいようなのにね。では、はい、ベース、リカさん。練習の時もおとなしいんですよね。よく喋るって言えばね、ギターの山根さんぐらいしか喋らないですね。ね、ムードメーカーでしょ。なんかいいよ、喋っていいよ。はい、時間もあるし。大きな声では言えないけどね。小さな声で聞こえたしね。うちのじゃないと話せないんでね。以上です。ね、ムードメーカー。あの、みんなをちょっとね、陰でまとめてくれている一番年上ね、見えないけどね、うん、はい、次はそして大好きなたまちゃん、ドラムのたまちゃんね、歌って、踊って、ドラムを叩くっていうねたまちゃんね、ほんと性格もいい、顔もいい、スタイルもいい、なんでもいい、もう何でもいい。はい、それで、ゴータリカのボーカルしてます。マキです。今日はなんかね、赤いの着てきたらサンタクロースって言われちゃいまして、まあ、ちょっと流行るサンタクロースで、皆さんに愛をお届けしたいなと思います。はい、では、最後の曲になりますが、最後の曲がね、普段はコス君キーボードなんですけど、今日はね、グランドピアノがあるから、マルノスタディスティックをピアノで、グランドピアノで弾いてくれるっていうんで、私もすごい楽しみなんですよ。初めて。緊張するよね。緊張するね。ね、なんでその声にならないようなの。では、最後の曲です。マルノスタディスティック。
でしょうか。ごめんなさい。あ、ダメ、あ、ダメ、ダメ、ダメ。いやー、もう、いじめ？それいじめ？どうせねー。じゃあ、まあ、続きを聞きたい方は、次の内容に。皆さん、連絡先教えてください。話しませんから、ね、話しませんから、ね、はい、ありがとうございました。ご参加の皆さんにもっと聞かせてもらってます。ね、ハムちゃんですね、僕は帰りの内緒なんですけど、あと僕はベースをちょっと聞いたことがあるんですから分かるんですけど、皆さんのベースの名刺を書いてあるので、お医者さん、大谷川のイカさん、皆さん、本当にベースの名刺をしてます。最後の番号はよくわかりません。ちょっとしばらく待ってます。